こんにちは、韓国フリーカーチュニワテヒです。はい、今日は昨年韓国で話題になったドラマ怪物のレビューをしたいと思います。はい、はい、アマプラのねおすすめで少し怪物の紹介はさせていただいたんですけれども、ね、1月から始まったからね。そう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 、うん、で今回もう私がこのドラマにドハマりしまして、もともとねサスペンスってあんまり好きなジャンルじゃないんだけれども、うん、めちゃくちゃハマったんですよね。私はもうまあ、オンタイムじゃないけど、うん、ケーブルの方で見てたので内容は言わずに、はい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 、うんうん、ね、そう、それで、まあ、何にハマったかっていうことなんだけれども、とにかくこの登場人物のね、もうね全員癖あるねん。癖あるというか気持ち悪かったよ、まあ、気持ち悪いぐらい癖あったよ、うん、だから私最初なんかもう雰囲気も暗いし、うん、まあ、あんまりほら殺人とかさ、なんか変な連続なんとかとかさ好きじゃないから、うん、やめようと思ったけど、うん、一応アマプラでおすすめしたし、まあ、ドラマの触りだけ見て、うんうん、まあ、嫌やったら、まあ、断念したらいいなと思って見出したんよ、うん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 、今回ね、このね、私ヨジングにハマった。わかる、ヨジングの成長めっちゃ感じたやろ。そう、てかなんかやっと反目脱げたなっていうさそうやな、うん、王様から平民に戻った。そう、いやいや、もう過去から現在にやっと戻ってきてくれて、うん、でも過去のね、そう、時代劇の印象が強すぎて、そう、私このドラマ見るまであんまりこのなんていうの、ヨジングのことをさ、の現代劇はちょっとノーセンキューって感じやったんやけど、うん、それ前も言ってたもんな、うん、これ見て、うん、実はちょっと変わってん、うん、彼の、いや私もそう、うん、なんかねやっぱり子役でしか見てなかったし、うんうんうん、ハンドラの時代劇の、うん、まあ、セジャ役の定番みたいな感じで、まあまあそっから脱皮できひんねやろなっていう感じやったけど、もう今回よかったよ、よかった、演技もねすっごい良かったし、そう、見直したったら変やけど、まあ、しばらく現代に生きて、うん、もうちょっと年いったら今度また時代劇に戻ったらいいかなって思うねんな。そう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 、うん、うん、でまあ新ハギュンは、うん、私まあ前言ったように JSA しか見てないけれども、うんうんうん、またこの人がさねっとりしたさ、うん、もう気持ち悪い演技を前半特にな、そう、うん、だからでもまあ新ハギュンだけじゃないね、ね、全員やね、全員やね、全員がもう疑わしいやろ、全員、そうもうさ、この人とかこの人じゃなくて、もういい人も悪い人も全員犯人に見えるようなドラマやったん、作りがな、ね、雰囲気がな、うん、あの精肉店でさ、まあ、肉食べてるシーンあるやん、うん、私もみんなで集まってな、まあ、同じ町の親友同士みたいなな、うんうんうん、だからイードンシクね、シンハギュン、うんうん、それからあのオージファね、キムシンゴがやってる、これも刑事で、うん、でもう一人ね、パクジョンジェ、うん、まあ、チェデフンがやってるんだけれども、うんうん、あの愛の不時着のね、長男役の人が、うんうん、この3人がまあ全く癖ある友達やなと思って、ここでみんなで肉焼いて食べてんねんけどさ、うん、私な、これがほんまの韓国人やでって思ったそうなんか今までさ、もうスタイルよくってさ、顔もいい人たちばっかりのドラマ見てたけどさ、このなんか泥臭い田舎の感じがな、うんうん、これぞ韓国人やでっていうさ、うこうなんていうのかな、こう横のつながりっていうか、うんうん、まあ、ドラマの中にもあったんだけども、うんうん、そのいくら喧嘩して揉めててもよそ者が入ってきて来たらもうみんなで一団結して意地悪するみたいなさ、うんうんうん、まあそんな感じよ、ね、うん、結局、まあ、犯人はね、まあ、いろいろ1点2点3点いろいろする、もうすごかったやろ、もう私ももういい加減にしてくれってぐらいもう思ってて、そう、みんなが疑わしいからな、うんうん、みたいな感じやったけれども、うんうん、でも私な、うん、意外にな、この人ちゃうんっていうの当ててて、どっちの方？だから本当の真犯人やんか。いやいや、まあまあまあな、うん、あれはもうさ、うん、もう臭かったやん、ずっと。そうやねん。だってそんなあんな好感がいきなりさ、そう、やたらと絡んでくるっていうことをさ、そうあもうこの人やなっていうのはもう分かってたから、うんうん、あれやけども、であとさ、もうもっと癖ある言うたらあれよ、もうあの JL 建設のさ、はいはいはい、イーチャンジン役のさ、あのホソンって、はいはい、なあのイカゲームのさ、あのヤクザの役、うん、もうあの人なんであんな役めっちゃさ合うんやろうな、もうほんま気持ち悪かったし、うん、でもう一人キルヘヨンがやってた、うん、もうトヘヨン言うたらパクジョンデのお母さん、もう毒親やらしたらピカイチやな、もうこれからも決定やで、あの人、そう、もう
顔もさ、なんやろ、くちゃくちゃってなってさ、うん、もうスターウォーズとかに出てくる宇宙人みたいやん。あの中に混じってても絶対さ、もうおかしくないぐらいの。違和感ない。うん。またあの、私がよく言ってるさ、綺麗な宇宙人じゃなくて、ぶっちゃいくな方のな、はいはいはい、気持ち悪い方の、はいはいはい、悪役の、ミュータントみたいな。ミュータントや、ミュータント。宇宙人ちゃう、ミュータント。そう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 。そんな感じで、うん、まあ一つのね、村、あの海町社長の根人種とはちょっと程遠いな、うん、そう、もう気持ち悪い気持ち悪い、もうそれにめっちゃハマったのと、うん、やめようかな思ったんやけど、やっぱりその余人具のさ、この落ち着いた演技、うん、だんだんあのマニア村に染まっていくんやで、マニアにな、うん、最初はもうすっごい潔癖症やったやろ、そう、もういいですって、もうさ、絶対まあ、あの人たちと仲良くなりません、うん、みたいな感じやってんけど、うん、まあドンシクのまあ警察のあり方であるとか、うん、つながりを見てさ、こうどん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 ちょっと人間っぽくなっていったっていうか、ね、そうだね、成長していった感じもこうあった、うん、あったしね、そう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 、うん、よかった、うん、だからこれ怪物って誰かなと思ったけど、これ全員、そうやね全員怪物、ほんま全員やね、あそこの村かな、うん、もう怪物が住んでる、怪物の村やで、もっとあの鹿の絵も気持ち悪かったやけど、そうそうそう、上手やったけど、そうそう、気持ち悪かったな、なんか知らんけど鹿の絵が気象かってそうで、パクジョンジェもさ、ねっとりなったり普通になったり、そうやね、ねっとりなったりな、あれが何やと思ってんけど、ってな、なんかあれ、ね、ちょっと怪しいなと思ってたんけど、突然気が触れたみたいに、そう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 、瞬間とかって、私もだからちょっと急いでパパパとか見てん、サンタかなかみたいなこんな感じやったやん、うん、そう、急にさ、そう、ほんでなんか普通にピッて戻ってさ、で普通に警察バー仕事してから、どういうことって思わんかった、そうそうそう、であんま出てきてな、うめーってめっちゃ怒ってさ、うん、なあ、でまあ謎解き部分はさ、そんなに複雑なもんじゃなかったから、うん、まあ、よくあるやん、あの犯人が2点3点するのなんてさ、うん、こうトリック的なのは別に大したことないなとは思ったけども、うん、そうやね、うん、あれはもう開演、これね、うん、私ね、そうやね、そ正直秘密の森の方が私の好みかなとは思ってて、うん、実は、まあ、2はまああれだけども、うん、このシーズン1とこれと比べたら怪物は面白いけど、うん、いやほんまにねっとりしすぎてて、ちょっとあの秘密の森の方がスタイリッシュな感じなんちゃう、まあ、そうでもない、まあスタイリッシュって感じでもないけどな、あ、そうなんや、都会の話じゃないの、うん、まあ私も見ようかどうしようか、あ、そうやね、それはそう、まあ都会って、うん、まあ都会ってわけでもないけど、でも超スンが私は好きやから、はいはい、私も好き好き、なんかこうシンハギュン対チョスンで言ったらチョスン勝ちってか、あ、はいはいはい、こっちになっちゃったかなって感じやけど、はい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 、まあ全体的にはすごい面白いドラマだったけど、そのサスペンスとかっていう意味では、うん、まあ、あの秘密の森の方が好きやったかな、うん、あ、そうか、うんうんうん、まあ、もう一つなんか比較に出されてた殺人の追憶も、はいはい、まあ、うん、あれ古い映画やからさ、そうやで、映画ね2時間ぐらいで終わってるから、うん、でもあれ結構な、もう 私ほら韓国語わかるからさ、うん、もう前半なもうさっとりがすごいし、うん、なんかもうわちゃわちゃってもうあの1980年代のさ、うん、あの感じがなんかもうちょっと吉本新喜劇みたいな、そうで、その後なんかド変態いっぱい出てくるっていう感じやったから、うん、ちょっとやっぱりうん、怪物の方がまだそうやね、まあうん、それに比べたらな、うんうんうん、よかったかなっていう感じです、うんうん、なのでサスペンス好きな人は、見られたらいいんじゃないかなって思います。こうねっとりした韓国人の演技とか、うんうんうん、すごい演技早いからね、な、うんうんうん、絶対面白いのは面白いと思います、そう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 、うん、ね、はい、でも思いっきり犯人とか言うてもてるけど、ネタバレとかしてしまってるけども、うん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 、でも皆さんね、見られてる方がこれ見ていると思っているので、はい、ということで私はこれで、まあ、韓国のサスペンスもありかなってちょっと思えた、うん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 、いいドラマでした。じゃあ秘密の森行ってみようかそうだな、分かりました、時間があればね、はい、分かりました、うんうん、いや、どんどん見ますよ、はい、ということで、これからどんどんいろんなドラマのレビューやっていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは、アンニョーン。